はいおはようございます。100回聞いてくださいの話です。えー、今すぐ誰でも一瞬にして幸せになれる。でこのことを知らないで幸せになることは絶対できないし、このことを知って不幸になることは絶対できませんよっていう話です。でこれは 何ですか?」って言った時幸せになるためには人は「足りる」を知るっていうことなんですね。で足りるを知るっていうのは何ですかっていうとご飯食べてあお腹いっぱいになって幸せだなって言えば足りるを知ってるの。ところが何だこんなつまんないおかずで俺はあれが食いたいんだこれが食いたいんだ。洋服着てんのに ね、あのものが欲しいんだ。ね。車乗っててもこんな安い車じゃ嫌なんだあれ車が欲しいんだ。ね、でその車手に入れたその上なんだその上なんだって。ね。家がなきゃダメだ家だってこんなんじゃ嫌だ。足りるを知るっていうことを知らないと際限なく追っかけます それで自分をどん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 追い詰めちゃう。ねだから足りるを知ってるとああ何て言うの今日もご飯が食べられて幸せだなとかで今幸せになって明日に向かっていくならいいの。今は不幸だけどこれを手に入れたら幸せだこれを手に入れたら幸せだって言うじゃない。ちょっと自分を追い詰めちゃうんだよね。えー。 子育てする人もよく考えてもらいたいんだけど子供が生まれた時自分の子供の指数えたでしょであ,あ指があってよかった手があってよかった足があってよかったいろんなとこ見て五体満足だだけでで喜んでたんたよねそうすると今度それが忘れちゃって早くハイハイすればいいね数学もできたらいい英語もできたらいい体操もできたらいい 足りるを知らないのでお母さん頑張ってパートにして働くからあんたにはお金いくらでもかけてあげるからねってそれ親の愛情みたく思ってるけどその愛情をかけられた子ってすごいつらいの。でやればできるからやればできるからってやったってできないんだよ。ね勉強でも駆け足でもそうなんだけど頑張ってかけりゃあの子抜けるからって抜けないんだよ。抜けりゃ抜いてるんだよ。 かかるかいお母さん自分で学校行ってみな自分でやってみな金さえ出してあげればピアノなんか上手になるんじゃないんだよ才能があるんだよ駆け足だって才能があるんだよそれを言ったら子供はかわいそうなんだよ親の期待は裏切られないご飯も食わしてくれるお母さん大好きお父さん大好きなんだよだから期待に応えたいんだよ誰だってでもできなくて学校で成績は追い詰められてっちゃう何 ね板挟みになっちゃうんだよ、いい子ほど板挟みになっちゃうんだよ。すると、ある日、お母さん、学校行かないとかって言って、ちょっとしたことで行きたくなくなったのよね、ちょっとしたことじゃないよって、ちょっとしたことだったら行ってるよって、何バカなこと言ってんだよって、私は子供のために頑張ってる、追い詰めてんじゃないか、あんた。 えー、この前もこういうのがあってねもうそごお母さんの期待に潰されそうになっちゃってずっとうつむいてんのでお母さんの親の期待に応えられないと親を責めないからいい子ほど自分がダメだだんだん自分嫌いになっちゃうので自分が嫌いだから自信なくなってこうやってうつむいてんのよであるしね 自分を許すって言ってごらんたりなかなか言えないの私自分が嫌いなんですそしたらお母さん「えあんた自分のこと嫌いだったのそんなこともわかんないんだよあんた親だろ」ってどこまで子供を追い詰めるのって愛情という武器を振り回すのよしな子供が顔が苦痛に歪んでたら辛いんだよって あんた生まれた時5体満足でもう喜んだろって次から次次から次って欲出して何する気なんだよってそれに応えられる子なんか万人に一人だよ頭がいい子で中学校で1番ってじゃあ高校のいいの行くそこの高校は全国から頭のいい子は来るんだよそこで1番取るとじゃあ今度東大目指せって そこには全国から頭のいい子が来れるんだよ。そんなとこで一番なれないよ。どこまで期待するのって。子供に期待するんだったら、親が見事に働いて立派に、立派に自分の姿を見せな。それが教育だから。私はいいのよ、あんた頑張んなさいって。子供をうまみたく走らすのやめな。子供がつらいから。 人はみんな足りるを知るの。ねと私もそうだし人にかける期待もそうだよ。お互い足りるを知らないと苦しくなってたった一回の人生を苦しむの。ね期待かけちゃいけないんじゃないよ。期待に応えるほど才能のある子もいるんだよ。ねだけど遺伝子だからね。お母さん自分のことよく思いな。 ね、お父さんも重いなそこからやりな、ね、それからお父さんもお母さんも東大でも勉強に向かない子も出るのそういう子って優しいんだよ兄弟でも2人いて本当に例えば長男が利口だとかっつってもうこの子この子って褒めまくってもう一人弟はお前は全くだらしない」とか「妹はバカだ」とかいろんなこと言って可愛がらなかった人に最後に世話になるんだよ。 これが因果の法則なの。で、散々いい子だいい子だって可愛がった人は親のこと見向きもしないの。それで可一番子供が10人いても5人いても一番可愛がらなかった子のに最後に世話になって親は死んでいくんだよ。だからあなたが世話になる子は一番出来が悪いと思ってる子なの。 それが因果の法則なの。因果ってなぜかそうなの、えー。なんか熱がこもってしまったんですけど、幸せになってもらいたいから喋ってます。ありがとうございます。